ZIPFM SDGs ウィーク。国連サミットで SDGs 持続可能な開発目標が採択された9月25日のグローバルゴールズデーを含むおよそ1週間はグローバルゴールズウィークとして、毎年世界各国で SDGs のイベントやキャンペーンが行われています。 ZIPFM でも各番組で SDGs に取り組む企業や自治体などをご紹介。 ZIP の皆さんと一緒に SDGs について学んでいきます。僕らは水曜日にまたインタビューを予定しています。こちらもどうぞ楽しみにしていてください。また SDGs についてメッセージも募集しています。メッセージを送っていただいた方には抽選で毎日20名の方に ZIPFM オリジナルステンレスストローをプレゼント。こちらの応募もお待ちしております。では今日の番組のメッセージテーマも発表していきましょう。こちら、ミラッパー調査。JP のメッセージ、ツイッター、ハッシュタグカタカナミラッパー、もしくは DM から、英語でミラーパークと検索すると公式 LINE が出てきますので、友達追加して送ってください。今夜のメニュー、ダンクダスポーツ。この後9時10分頃から ZIP エリアにある高校大学の放送部やサークルの方に学生のリアルな流行をシェアしてもらうコーナー、トレンドレコメンド。今週は名残コ学生編集部の皆さん。9時50分すぐゲスト、来月デビュー5周年ベストアルバムをリリースするイリです。
なだな、一度やってみたい、ぜひ教えてください。 zyp-event.co.jp メッセージ、ツイッター、ハッシュタグカタカナミラパー、もしくは DM から英語でミラーパーと検索すると公式 LINE も出てきますので、友達追加して教えてください。乃木坂46、君に叱られた、お届けしました。
壊の脅威にさらされています。これらの遺産を守ることは住み続けられる街づくりを持続することにもつながります。 Think about the future。
大人だな、一度やってみたい。お、初コメ、中学校1年生招待、よっしゃい。僕の一度やってみたいことは趣味のカードゲームの大人買いです。デュエルマスターズのカードを200枚くらい入れています。大人になってからまずお給料もらえるようになってからまずやってしまった。本当に欲しかったものを全部集めるぞみたいな。これはテンション上がる。実際のところしかもこのまた車に乗ってしまうんです。
28日日曜日に幕張メッセで4エキスポの開催も予定しております。こちらもどうぞお楽しみに。ではもう一曲の新曲もいきましょうかね。オーリミテッドサザビーズフェイド。紹介してくれるのはこの皆さん、自己紹介をお願いいたします。こんばんは、ナゴレコ学生編集部編集長の野村と副編集長の安藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。野村さん、安藤さん、よろしくお願いいたします。まずはトレンドを聞く前に、ナゴレコ学生編集部について教えてもらいたいんですが、どんなことやってるんですか？はい、私たちは名古屋をもっと面白くをコンセプトに活動しているメディア、学生目線を
のやった T シャツなんかもちょっとモデルもやっていただいたりして、安藤さんにありがとうございます。本当その時はお世話になりました。ありがとうございます。でも実際さ、アンテナ張ってるからさ、すげえいろんな情報入ってこない？そうですね、あの主にインスタグラムをすごく見ているメンバーが多いんですけど、みんなすごい新しいお店の情報だったりとか流行りの情報っていうのをすごくたくさん持ってるなって思います。めちゃくちゃ美味しいものいっぱい出会えそうでいいですね楽しいですね。そんな名残子学生編集部のお二人が今日そのトレンドとして紹介してくれるのは何でしょう？思いが込められて発売された商品だそうで、実際に
自動販売機形式で販売されている地域もあるそうです。え、はい、市販で缶が出てきて、はい、缶開けるとね、ショートケーキが出てくる。はい、ボタンを押したらショートケーキがガランっていう形で降りてきて、そう、実際にドリンク開けるみたいに開けてもらったらケーキが食べれるっていう、すごい面白いスイーツが。ありがとうございます。今日はですね、ナゴレコ学生編集部の編集長の野村さん、そして副編集長安藤さんにお話を伺いました。ありがとうございます。